スポーツライター学部の指名漏れは自業自得、ヤフコメ5000いいね。こちらスポーツライター赤坂のコメント、お前のせいだと言わんばかりのコメントです。終わりだよこの国。花巻東、佐々木麟太郎のように最初から進学一本、プロに行けるのなら指名順位が何位でもいいと潔い姿勢を示せばよかった。何言ってだこいつ。4位は厳しいよ。日本で一番の投手の山本由伸ですら高卒で4位だろ。真鍋本人は別にショック受けてないし、開始面なら進学するわって現実的だと思うが、潔い姿勢なんて他人が喜ぶだけで本人に何のメリットもないわ。高校野球に飯食わせてもらってんのにな、あまりたかるライターなんてまともなもんじゃねえわ。西尾ぐらいだろまともなの。開始名が嫌なのは契約金の問題？チャンスもらえるのも露骨に違うっぽいよ。今は上位下位かより育成か支配下かの方が重要だと思うが、自分の人生だから好きにしたらええ。でも今時開始名で拒否って珍しいよな。言い方悪いけど、桜みたいに無理やりプロ入りするよりよほど良いよな。大学でプロになることが目標じゃないだけやん。プロに行きたいなら縛りは、ホプロで活躍したいなら別に問題ない。自分の進路の条件なんやから自分の好きにすればええやん。縛りがあるから指名しないとかあるわけないやん。単に5位以下の評価だっただけやろ。指名順位縛りとか昔からあるし、別に珍しくもないだろ。本人も分かっててやってるんだから良いんだよこれで。ご視聴ありがとうございました。